ぽよ。ホールインワン。いや違う、次に進みたくば私を倒すことだな。最弱最弱だ。宮瀬さんってお見合いっていうものに対してどういうイメージを持ってますか？お見合い、お見合い、うん、イメージとしてはやっぱりなんだろう、ちょっとこうまあね、このニコルとソフィアもそうですけど、高貴なお家柄にこうあることなのかなというふうに感じていて、やっぱちょっと庶民の私にとってはちょっと敷居が高いイメージがやっぱお見合いってありますね。あ、そうですか。なかなかこうよしお見合いしようみたいな気持ちというよりはお見合いをいたしましょうみたいな。なんかあとはまあニコルとソフィアっていう役柄もあるので、まあ兄弟の話もしたっけな。あとなんかお見合い会だったから、お見合いに、お見合いはなんか水瀬さんにとってお見合いはどうですかみたいな、なんかえそれはどういう意味でみたいな感じの空気になったりとかで、松岡さんのお見合いトークを聞こうとしたら CM になっちゃうっていうね、台本のような本当に仕組まれているかのような面白トークができましたので、ぜひまたねこの機会があればイベントなんかもできたらいいですけどね。ぜひぜひ火曜日また会おうっぽむするん。